アイスクライマー、黎明期のファミコンの人気を支えた名作で、後にアーケード等でも愛されたアクションゲームです。エスキモー姿のポポとナナが、ハンマー一本で氷の床を壊し、敵をかわして頂上を目指すシンプルな内容です。穴を開けていると、上のフロアにいるアザラシに見つかり、穴開いているじゃないか、みたいな感じで、走っていって、氷を持ってくるのですが、その真下に穴を掘って、落っことすのが面白かったです。ジャンプ中に敵の鳥が、飛んできてその上に着地するのも、良い思い出です。さらに一定時間経つと、白熊が出てきてジャンプすると、強制的にフロアが持ち上がって、死亡するのもしょっちゅうです。さらに、二人で対戦すると、基本足の引っ張り合いになって、お互い落下することも、一人でも、二人でも楽しめるので、アクション好きなら、気軽に楽しめると思います。この作品は絶対に2が出ると思っていましたが、今のところは出ていませんよね。謎の村雨城、ゼルダの伝説と同時期に開発され、少し遅れて発売された、ディスクシステムの初期の作品の一つにあたる、アクションゲームです。江戸時代、天から飛来した流星落下後、忍者軍団を使って周囲に攻撃を始めた、村雨城へ、主人公の高丸が単身忍び込む、というストーリーです。見下ろし型のアクションで、システム的には、ゼルダの伝説に近いものがありますが、どちらかというと、戦闘に特化したシステムとなっています。高丸は近接武器の刀と、いくつかの飛び道具を使用することができ、これを駆使して攻略をしていくのですが、操作性がやや悪く、敵の配置がやや意地悪なこともあり、難易度は高めです。江戸時代の忍びが主人公でありながら、天空から飛来した流星に橋を発する、SF 的なストーリーは非常に興味深く、ステージをクリアして先を見たい、という気持ちを引っ張り出してくれる、ゲームでもあります。このゲームは確か、当時ファミコンを扱った漫画で、やっていましたよね。何の漫画だったかな？ファミコンロッキー？思い出せない。オーバーホライゾン。この作品は知らない人が多いのではないでしょうか。ファミコン末期に発売されたシューティングゲームで、個人的には非常に面白い作品でした。隠れた名作と言っても良いと思います。ちょっと変わったところは、A ボタンで前に弾を撃て、B ボタンで後ろに弾を撃つことです。なので後ろからもガンガン敵が来ます。ちょっと見た目は地味な感じの作品ですが、ゲームバランスや BGM も良く、ストレスなく遊べます。一面のボスもなかなか凝った感じで、個人的に好きなのは二面です。シャッター的なものが開いたり、閉じたりするのですが、中には手前が開き、奥が閉まってしまうものもあり、初見だとやられてしまうところもあります。途中スピード感のある、中ボスも出てきたりと、プレイヤーを飽きさせない工夫が、あちこちで見られるのも良いですね。ホットビーやるな、と、思った作品です。
ザンデック。時は西暦2139年。世界は国境を取り払い、一つの国家として平和な世界を築き上げました。一方で犯罪の凶悪化も大きな問題となっており、そんな凶暴化した犯罪組織に対抗するために特捜デカバイスが作られました。本作はそんなバイスの一員であるケイジ・ハート・ブラハムとなって犯罪組織と戦うというストーリーになっています。基本的には横スクロールアクションですが、ステージによっては見下ろし型の全方向スクロールアクションになったり、カーチェイスがあったりと、かなりバラエティに富んでいます。ハートの武器は近接攻撃のサーベルと、弾数制限のあるブラスター、そして投擲型手榴弾で、これらを駆使して進んでいきますが、ステージはやや難しくなっており、覚えてないとクリアできないシチュエーションもままあります。グラフィックやデモが非常に綺麗で、雰囲気を盛り上げてくれること間違いなしでしょう。ガーディック・ガイデン、ファミコンで発売。迷路タスシューティングというガーディックのコンセプトを進化させ、アクション RPG とシューティングを融合させた作品です。地球に衝突しようとしている惑星ナジュに侵入して敵と戦いながら、パワーアップアイテムを集め、10箇所あるシューティングでボスを全て倒して封印をして、最終的には脱出を図ります。メインのシューティング面が難しく、なかなかクリアできませんが、アクション面で得点やチップを稼いでアイテムを探してパワーアップをすれば、シューティング面でも有利になるので、シューティングが苦手な人でも遊びやすくなっています。逆にシューティング好きな人専用に隠しパスワードでシューティング面だけプレイできるので、ぜひチャレンジしてみてください。クエスト。主人公の10兵衛3人の仲間たちが力を合わせて魔界衆の野望を打ち砕くため、摩訶不思議な戦国ワールドを冒険するといった内容のオーソドックスな RPG です。アイテムによるキャラクターチェンジや、通常時と瀕死時でポーズの変わる敵キャラという、本作と同じバースデー開発の怪獣物語と同じシステムが導入されています。ボリュームが多いのが特徴で、全部で12章あり、長期間楽しみたい人には喜ばれるでしょう。ただし戦闘のバランスは大雑把で、エンカウントが多すぎたり、操作性が悪かったり、敵の強さと経験値が見合ってない等の問題点も多くあります。怪獣物語の次の作品で、ボリュームも多いことで期待されましたが、良作とは言えない作品となりました。しかしコンセプトは好きだったので、ぜひ続編を出して欲しかった作品ですね。
クインキ、後にポケモンを制作するゲームフリークが、まだアマチュア集団だった頃に開発し、ナムコに持ち込んで、市販されることになった作品です。このゲームがヒットしたことで、ゲームフリークが企業を立ち上げることが、できたと言われています。パネルをめくって敵を吹っ飛ばし、すべての敵を壁にぶつけることができれば、ステージクリアとなります。様々なパネルがあり、めくった時の効果も様々です。シンプルなゲームですが奥が深く、頭を使う場面が多いです。ステージが進むにつれ難易度も上がります。ステージによっては、スペシャルステージパネルというのがあり、これに乗れば敵を倒さなくてもクリアと、救済措置も用意されてます。田尻氏の新しいアクションゲームとは、新たな動詞を考えること、という言葉通り、めくる、という斬新な発想で見事に、ヒット作を生み出すことができました。She can't